90cm 95kg 高橋雅也。赤コーナーリーグ戦2勝2敗 175cm 90kg 宮本優子。下がる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 。
勝者高橋優さん。悔しいですね。侮ってはいなかったけど、やっぱどこかでまだあいつから負けたことないっていう自信があったんでしょうね。それが、裏面出て、3カウント取られちゃいました。もう自分の力投戦はこれで終わりか。まあ、あとはもうこうなったら、負けてるけど高みの見物といきましょうか。以上です。よし、勝ったぞ。勝った。いや俺はね、思った。この一騎当選でずっとね、やられ役とか、多分相手からしてみりゃ消化試合とか思われた時もあったと思うよ。血みどろの なんだ影薄い方とか、無茶しない残念な方とか言われて来てると思うけど、この日当然で得たものっていうのは自信だ。自信。俺は強い。俺は強いぞ。もう最弱じゃねえぞ。最強だ俺が。優勝して、絶対優勝して、あのアブドラ小林のベルト引っぺがしてやるから、期待しとけ。